どうも皆さんこんにちは、藤原竜也です。前回はオムレツを作ったんですけれども惨敗でしたね。はい、あ、まあこれはでもフライパンのせいですね、はい、完全に今日はね、そんなことのないようにしていきたいなと思うんです、はい、今日使うのは、はい、こちら、コンビニで買ってきたスモークチキン、はい、うん、スモークチキンを使ってちょっとこれ一手間加えてね、はあ、あの一品作りたいと思います。あら、これ一手間加えたいんですけども、うん、これに掛け合わせる商品がこのこちら、ザワジャガビージャガビーね、ジャガビー、しかもこれ期間限定、塩とごま油味でちょっと美味しそうな、美味しそう、はい、これを使ってね、はい、チキンカツを作りたいなと思ってます。え？チキンカツ、カツいけます？わかんない完全に頭の中ではできてるんだけど、あ、なるほど、ちょっとでもやってみたいと思います、はいはい、じゃあまずは、ええ、チキン、衣の部分かな、うん、ジャガビー衣の部分にします、うんうんうん、これを開けてこれね砕いていきます。ザクザクと細かくやってみます、うん、細かくなりました。じゃあこれを使って、うん、はい、まず卵ですね、出ました。ここはね、もう早いですね、やっぱ卵は、はい、で、卵を、はい、また切っていきます。これもね、デスノートに名前書くみたいにね、はい、甘めみさと、あれ、沼パチのやつはやんなくていいんですか？なんすかそれ知らないですよ。あ、本当ですか、前回やってたの、はいはい、ここに片栗粉がね、このうちにはあったので片栗粉を使っていきたいと思います、うん、片栗粉をね、誰が買ったかはわからない片栗粉、謎片栗粉ということで、うん、これをじゃあ、まぶしていきます。片栗粉をこのチキンに、うんうん、あ、やば、もう普通にカツの作り方、いや、これ、これカツ作ったことないんだけど、片栗粉だじゃないと思う、多分小麦粉だと思う。あ、そうなんだ。でも、まあ、粉は粉なんで、はい、同じかなって、やっぱ下に構えて、え、違う、粉なかったからないからあるものでどうにか補わないと、はい、はいはいはい、こうね、こうね、ほぐしていきますよね。いや、いいですね、やっぱ片栗粉か、片栗粉ですね、普段から料理やってるっていうのが分かるね。普段はでもほんと簡単な料理しかね、今日はないけどね、うん、菜箸が、ん？菜箸弾けましたけど、知らない知らない、後で知らないんで、はい、で、片栗粉を、まぶしましたと、うん、で、卵に一回くぐしていきます、うん、いけおらおら、うん、はい、これを枚数分くぐしていきます、うん、このね、片栗粉が本当に意味あるのかちょっとわかんないんだけど、いやでも卵が絡むんじゃないですか、そう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 、何もないよりは、そうそう、さあここから、ジャガビーを、うん、ほいほい、まぶしていきます。ちょっと粗いですね、粗い、粗いなちょっと粗いですね、これね、だいぶ粗めちょっと崩すのが足りなかったかな、気持ち、まあでも、はい、うん、全然全然、まあまあまあ、じゃあ火つけます、はい、あっち、フライパンビチャビチャっすね、はい、まあ、さっきね洗ったばっかで、ね、はい、まあ、水が水分が飛んだら、じゃあごま油、ごま油を、はい、はい、入れていきます。まあ、揚げ焼きなので別にそんなに量はいらないんですけど、あ、まあこのくらい、うん、普通の油よりごま油、まあ、そうですね、やっぱ香りがねいいので、で、あのジャガビーがごま油味なんで、でもそれをその倍増させるじゃないですけど、ちょっとね、なるほど、倍プッシュ、倍プッシュ、はい、していきたいと思います。赤いね、じゃあちょっと一回この入れてみて、はい、はい、ざわざわって音が聞こえたので、じゃあ入れていきましょう。ざわざわはあなたが言ってましたよ。はい、じゃあ、と
ウィンウィン、はい、これこれこれね、はい、やっぱ粉、あの衣が粗いので、うん、全然くっつかないですね思った以上にくっつかないですね。確かにあの皿にめっちゃジャガビーめっちゃ残ってるじゃん。そうですね、まあでもはい、はい、味はしっかりついてると思うんで、うん、もうせっかく入れちゃいましょうか、はい、入れちゃいますか、はいはい、上からかけていいんじゃないですか、はい、このか残ったやつもかけていきます。これはまあ止まることないようにね、はい、はい、使っていきますで、はい、落ちたのを拾って食べましたね。で、そうですね、で、ここで、はい、新しいヘルシアレクチャー始まる。これじゃ飲んでいきたいと思います。また関係ないですけどね、はい、で、まあ、このままでも多分美味しいと思うんですけど、ちょっとね、今僕調味料をいろいろ見てると、はい、ブラックペーパーこちらあったので、はい、こちら使っていきたいと思います。はい、はい、いきます。あ、出た、高いね。いけ、いけ、はい、これでね、胡椒のいい香りがしてきましたね。ね、結構、あ、でもうまそうだな、はい、匂いはね、返していきます。匂いはとてもいいですよ。こんな感じですね、今両片面がこんな感じに焼けてます。焦げてはないですか？ちょっと焦げてますね。はい、でもこれくらいね。やっぱこのフライパンとの戦いですからね。フライパンがもう本当雑魚なんだ。雑魚フライパンだからさ。まあちょっとね、料理中にもうこれにもう持っていっちゃうんで。どうなんだろう、これ美味しそうではあるけども、本当に創作ですもんね。そう、全然思いつきで、うん、マジで乗ってないやつだもんね。乗ってない。あ、でもいい感じかもしれないよ。おできました。藤原竜也特製、圧倒的、チキンカツできました。結構時間使ったのにゼロひねりでジャガビーとかね、そう、はい、使いたかったけど、はい、まあそのまま、はい、やっぱシンプルが一番かっこよかった。あ、まあそうですね。じゃあ、これも早速、食べてもらいたいと思います。また僕が、はい、じゃあちょっとね、熱くない？熱い、すごい熱い。ちょっと怖いな。あー、すっごい熱いよこれ。多分うっそ、マジでかいな。はい、上出来。あー、はい、おうだ、チキンカツ。おお、マジで、うん、嘘、ちょっと、あ、うまい、うまい、いただきます。うん、おいしい。お、ほんとかね、サクサク感がね、音出てた。ね、音聞こえたかな、うん、サクサク、サクサク言ってますよ。でも食べますか、ちょっと。あ、ちょっと美味しいんだ、結構。美味しい、美味しい。いける。思ったより。うん。結構、想像よりサクサク感、下に見てたんですね。はい、結構ね。うん。うん。サクサク言ってるよ。うん。うん。
悪くないそうだね。いやでも普通にうまいと思うよ。おおおお、うん、行きました、まあ、はいはい、これよかったら皆さん、家でやってみてください。コンビニにあるやつでできるので、うん、はい、ということで、以上タツズキッチン、藤原達也がお送りしました。また見てください。ありがとうございました。タツズキッチン、タツズキッチン、なんかね、いい名前あったら欲しいね。フジズキッチンとかね、なんかわらずキッチン作品名だからそれ。え、わら、藤原のわら、あ、そっちか縦の方じゃなくてね。つやずきキッチン、タ入れてあげてよ。あー、でも結構思ったより、うん、悪くない。でも普通に食べた方が美味しいかもな。